これらのストレッチ、なぜ脊柱管狭窄症に悪いのか、あなたに答えがわかりますでしょうか。どうも、整体師の児玉です。今回はですね、なぜこのストレッチは脊柱管狭窄症はやってはいけないのなのかということをお話していきたいと思います。脊柱管狭窄症と診断されたあなたが、病院で最初にお伝えしたストレッチ教えてもらったことないでしょうか。実はこのストレッチ、やってはいけないストレッチであると言われています。今回はですね、なぜこのストレッチをやってはいけないと言われるのか、そしてこれをやり続けるとどんなデメリットがあなたを襲うのか、そして本当の正解とは何なのか、これらについてお話をしていきたいと思います。今回のシーンはこんな感じになっております。それでは始めていきましょう。まず最初に、これらのストレッチなぜやってはいけないのかっていう話です。それは腰椎、脊柱管に負担がかかるリスクがあるからと言われているからです。そもそもですが、脊柱管狭窄症とはどんなものなのか、仕組みをお伝えしていきます。脊柱管狭窄症とは、脊柱管が狭くなり中を走る神経が圧迫されることにより腰の痛みや足のしびれなどを起こす病気であると言われています。主な原因は椎間板の突出や黄色靭帯と言われる靭帯の飛行、太く厚くなっていくこと、また加齢や姿勢による骨の変形、これらが原因とされています。脊柱管が狭くなって神経を圧迫して症状を起こすということですから、腰の骨を無理やり動かしたり、腰の骨に対して負担をかけるようなストレッチをやっていたらどうなるか分かりますよね。ただでさえですよ、狭くなってキツキツになっている脊柱管に対して、それを骨を動かそうとするストレッチですから、無理に動かせば中の神経に対して負担をかけるんじゃないかという意見が上がっていくんですよね。だからこそ最初にご紹介したストレッチ、これらは腰の骨を動かす、腰の骨に対しての負担が大きくなりやすいストレッチなので、やってはいけないよっていう人が多くいらっしゃいます。腰の骨に負担をかけ続けることによって結果的に症状をひどくさせるということにもつながるんじゃないかというようなリスクを考えて、皆さんやってはいけないっていうことを言うんですね。このようにですね、腰の骨、脊柱管に対して負担が大きい可能性のあるストレッチは、脊柱管狭窄症をかえってひどくさせることがあるということが考えられるので、ということがやってはいけない理由、そしてそれをやり続けることによって起こるデメリットのお話でした。ではどのようなストレッチが正解なのかというと、腰の骨に負担が少ないストレッチをやることが正解であるんですが、それよりもまずですね、あなたの脊柱管狭窄症、本当にストレッチをやってもいいんでしょうかね。そもそもですけど、脊柱管狭窄症というものはストレッチとかリハビリとかで良くなる人はいます。しかし一定数、病院で特別な治療を受けなければいけない、手術をしないと治らない人も必ずいます。だからこそ、まずはあなたの状態がどうなのかっていうのを判断してから、手術をするのかストレッチをするのかっていうのをしていきましょう。やみくもにストレッチをする、そういう判断が一番危ないです。なので僕が考えているステップとして、これを参考にしてください。こちらです。まず1、病院で検査を受けてください。レントゲンだったり MRI だったり、まずは画像診断を受けることをお勧めします。そして2つ目、手術適用なのか先生の意見を聞いてください。病院の先生は背骨を見るプロでございます。手術が必要なところまで来ているのか、それともリハビリだったりとか、運動したりだとか、こういう保存療法と言われるもんなんですけど、そう、こういった手術以外の選択肢でも改善する見込みがあるのかどうなのかっていうのを判断してくださります。で、もし手術しなくてもいい道がまだあるよっていうことを言っていただいたのであれば、そこで初めてストレッチをするという判断を取ってもいいということですよ。そもそも手術をしないといけないぐらいまでひどくなっていたのであれば、あなたはこの動画を見ている場合ではない、ストレッチの動画を見ている場合じゃない、家でストレッチとかやってる場合じゃないんです。だからまずきちんとご自身の状態を把握することが大事。そして3つ目、保険適用の整骨院での治療を受けないこと。いいですか？保険適用の治療っていうものは、怪我に対しての治療しかできないんですよ。保険適用の整骨院の治療というものは、
あなたの脊柱管狭窄症の治療をするための保険ではないです。しかし一部の整骨院ではそんなの関係なしに保険を使って治療をしようとしてきます。法律的な話もいろいろダメなところがあるんですけど、保険適用の施術とかをするということはですよ、その痛みが出ている部位しか触れないわけなんですよ。そうなってしまうとあなたの体に合った治療とは僕は言えないです。なので保険適用の治療とかはやめた方がいい。なので整骨院での保険を使ったものというものは脊柱管狭窄症の人にはおすすめしません。もし自費でやりますっていうのであれば結構です。そして4つ目、股関節のストレッチをやってみること。股関節のストレッチっていうのはお尻だったり太ももの筋肉を伸ばしたり、そういったストレッチとなります。このストレッチに関してはやっていただくと楽になりやすいです。ただ注意点一つあるものとして、腰の骨に負担をかけずにストレッチをできるように正しく教えてもらう必要があると思います。ご自身でやってもらったら自己責任にはなりますが、ちょっと間違えると腰の骨に負担がかかりやすいので気をつけてくださいね。もし誰か教えてもらえる人がいたらその人に教えてもらってください。これが正解の対応だと思います。最後になんですけど、脊柱管狭窄症というものは難病、特定疾患なんですね。医療費の助成だったり障害年金の対象となるくらいのものなんです。だからこそね、悩まれてる人はかなり辛いと思うんですよ。で、諦めかかってなんかこう藁にもすがる思いであれもやったりこれもやったりっていうことをやりがちなんですよ。でもそれはね、順序としては間違いですから、きちんと、すごい難しいものかもしれませんが、きちんと順序を守ることだったり甘い話にあまり乗らないようにしましょう。地に足ついた治療を考えてくれるところに行くようにしましょうね。で、一番良くないのが動画を見てから何にもしない人です。何もしなければどうせどこ行っても良くならないとか、今は痛くないからマシだから大丈夫だか、そんな風に思っている時点でもう遅いですよ。今やっておけば大きくならずに済むのに、そのまま放っておけば悪くなることが十分考えられます。だからこそ動かないという選択肢だけは絶対にやめてほしいです、というのが最後の僕の言葉になります。ということで今回はですね、なぜこれらのストレッチが脊柱管狭窄症でやってはいけないのかというお話をさせていただきました。ぜひ頑張って脊柱管狭窄症を良くしていただければなと思っております。はい、では今日はこれで以上です。お疲れ様でした。